ティモシー・ディーン・スウィーニーは、アメリカのコンピュータゲームプログラマー、実業家、自然保護主義者、エピックゲームズの創設者兼 CEO であり、ゲーム開発プラットフォーム、アンリアルエンジンの開発者として知られている。スウィーニーは3人兄弟の末っ子として、メリーランド州ポトマックで育った。幼い頃から彼は、機械や電気装置をいじることに興味を持ち、5から6歳の頃には、 芝刈り機を分解し、後に自分のゴーカートを作ったと語っている。アーケードゲームが1970年代後半に人気を博し始めた頃から興味を持ち始め、彼が分解して修理した機械装置のように機械の中のゲームをプログラミングした人がいることを知っていた。家族はあたり2600を手に入れたが、スウィーニーはアドベンチャー以外のゲームにはあまり興味がなかった。 あとに、彼は人生でゲームを数多くプレイしたことがなく、クリアしたこともほとんどないと述べている。11歳の時にスウィーニーは兄が経営するカリフォルニア州の新興企業を訪れ、そこで初期の IBM パーソナルコンピューターに触れた。スウィーニーはその州をそこで過ごし、ベーシックを学び、プログラミングに興味を持った。以前はコモドール64を使用していたが、 スウィーニーは IBM PC の使いやすさを理解していた。彼の家族が Apple II を手にしたとき、スウィーニーはそれを使ってプログラミングを真剣に学び始め、あたり2600ゲームの精神でアドベンチャーにを作ろうとした。スウィーニーは11歳から15歳の間にオンライン掲示板の情報を使用してプログラムする方法を1万時間以上かけて独学で学び、 いくつかのゲームを完成させたが、他人と共有したことはなかったと推定している。また、彼は兄から起業家の概念も学んだという。彼は10代の頃、地域の裕福な住民の芝生をプロのサービスの半額で借ることを申し出て、大金を稼いだ。スウィーニーは1989年頃からメリーランド大学に通い、機械工学を専攻していたが、依然として、 コンピュータに魅了されていた。この頃に国家地理空間情報局に勤務していた父親から IBM PCAT をプレゼントされた。スウィーニーは実家からコンピューターのサポートを提供するコンサルティング会社ポトマックコンピュータシステムズを設立したがなかなか軌道に乗らず会社を棚上げにした。その後スウィーニーは売れるゲームを作り 大学の勉強以外の夜間、または週末にプログラミングするというアイデアを思いついた。そのためには、まずゲームをプログラムできるようにするために、パスカル言語をベースとしたテキストエディターを作成する必要があり、テキストエディター自体をゲームにするというアイデアにつながり、これが ZZT の基礎となった。彼は、大学の友人や近所の人々に ZZT を評価してもらい、 他のコンピューターユーザーに売れるものであると認識した。ゲームを配布するためにスウィーニーはシェアウェアモデルを検討し、当時の主要なシェアウェア制作会社、アポゲイソフトウェア、リミテッドのスコット・ミラーに ZZT を配布する方法についてのアイデアを求めて手紙を書いた。彼は ZZT を販売するためにポトマックコンピューター、システムズを復活させ、 父親の助けを借りて通信販売を行った。ZZT の販売は好調で、毎日数本売れて1日あたり約100ドルにもなり、スウィーニーはゲーム開発を仕事にすることを決めた。彼はゲーム会社にふさわしい社名が必要なことを認識し、ポトマックコンピューターシステムズをエピックメガゲームスに改名した。2016年のゲームデペロッパーズカンファレンスで、 プレゼンを行うスウィーニー ZZT に続いて、スウィーニーは次回作、ジル・オブ・ザ・ジャングルに取り組み始めたが、一人で完成させるにはスキルが不足していることが分かった。彼は4人のチームを結成し、1992年半ばまでにゲームを完成させた。開発を続けるために、スウィーニーはエピック・メガゲームスのビジネスパートナーを探し、最終的に、 ID ソフトウェアを解雇されたばかりのマーク・レインに行き着いた。レインは会社の成長と管理を支援したが、会社の成長のためにスウィーニーは一旦いたりず、学位を取得することはできなかった。スウィーニーは後に、1998年のファーストパーソンシューティングゲーム、アンリアルや様々なゲームで使用されているアンリアルエンジンの開発に取り組んだ。アンリアルの成功により、 同社は1999年にノースカロライナに移転して社名をエピックゲームズに変更した。スウィーニーはコンピュータソフトウェアに関連するいくつかの特許を申請している。2008年の不動産暴落以来、スウィーニーは彼の財産を使い、ノースカロライナ州の広大な土地を保全のために購入した。2019年12月の時点で彼は130を超える。 気象種や絶滅危惧種の植物や野生生物種が生息する7000エーカーの自然地域、ボックスクリーク原生地域を含む州内の5万エーカーの森林地を救出した。ボックスクリーク原生地域のため1 5 0 0万ドルを支払っていたスウィーニーは、この土地に送電線の建設を計画していた電力会社が起こした避難訴訟に勝利した後、この保全地域権を 米国魚類野生生物局に寄付した。さらに、彼は保全プロジェクト2500エーカーを寄付することで、マウント・ミッチェル州立公園への拡張に参加した。ワイヤード氏は、2007年に、大ヒット作、ギアズ・オブ・ウォーの背後にある技術、アンディアル・エンジン3における彼の業績を評価し、デイブ・アワードを授与した。2012年2月、スウィーニーは、アンディアル・エンジンの登場で、 ゲームの顔を変えたこと、そしてエピックがスタジオとして、コンシューマー向けと、業界向けの両方の技術を新たな高みへと導く、ことに尽力したことでインタラクティブ、芸術科学アカデミーのホールオブフェームに選出された。2017年、スウィーニーは、ゲームデベロッパーズ、チョイスアワードの、ライフタイムアチーブメントアワードを受賞した。2019年、イギリスのコンピュータゲーム業界史、 MCV がスウィーニーをパーソン・オブ・ザ・イヤーに選んだ。また、ノースカロライナ住民の貢献を評価するザ・ニュース・オブザーバーのタール・ヒール・オブ・ザ・イヤー賞のファイナリストでもあった。ホーブスによると2020年8月時点で彼は53億ドルの純資産を有している。しかし、ブルームバーグは彼の資産を94億ドルと推定している。ありがとうございます。